ホテルザ・レインボー。レインボー。もうね、これ簡単に入れますね、ほんとね。ねえ、立ち入り禁止、罰金5万円と、書いてます。人が入ったような痕跡は、すごいしますね。そう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 、ウィーンってね、ウィーン。危なくないですか？うまいな。誰かおったんですかね、これ。いや、多分劣化してんだろうね。あ、そうか。ここはホテルの駐車場だったかな。なんかあるね、こう。プリンターと消火栓、消火器。瀬戸大橋を望む倉敷市下津に建てられた5階建ての大規模ドライブインラ・レインボー。回転昇降式展望塔としては世界一の高さを誇り、展望キャビンの直径23メートル、定員150人という数値も最大級である。ドライブインは後に全館改装されホテルとなった。バブル崩壊後1997年閉館。お疲れ様です。お疲れ様です。暑いですね。まだ暑いです。はい、今日来てるところなんですけど、この後ろにあるホテルラ・レインボー。今日はちょっとね、こちらに行こうかなと思うんですけど、なんでもその、YouTuber の中で、YouTuber というか、まあその、岡山の若い人の中で、結構ここ有名だと。有名ですね。ということで。そうだね。ここもあったんですね、スカイラインね。ここも、車止めたりするんだね。ワシュータンハイランドのもうほんと横市にある、そうですね、施設なんですけど、1990の閉館したホテル。うわー、眩しい。あれは何なんですかね、展望台なんですか。下から行くってことですよね。そう、上がっていく感じ。ここの橋を渡るみたいな。まあ開かれてんで滑るのかな。あの奥までしか行けないですね。でも多分金網破ってますね。ねえ、ちょっとここから立ち入り禁止なんで、まあ実質上向こうから向こうには入れないということだよね。ダイニンググループっていうその YouTuber の人があんなこと生活したっていう感じで。もしね、その、なんていうんですかね、中が見たいって方は、その、ダイニンググループさんのね、動画を見てもらったら、そうだよね。いいかもしれない。うん。結構ね。でもこれ簡単に入れますね、ほんとね。ねえ。ああいう虹色のマークがあって、結構、下とかも階があったんですよ。そこも多分、ダイニンググループさんが泊まってたんですよ。ちょっと、最近流行ってますね、こういう、なんか、間取り的なね。うん。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。うまいな。誰かおったんですかね、これ。いや、多分劣化してんだろうね。ああ、そうか。もう、完全に荒れ果てて。これが放置されてるという。
誰も人がね寄りつかないとこやからな。こことか結構昔はいいホテルだったんですよね、本当ね。うん。オーサンビュー的なね。そうね。分かった。あれが上ぐわって上がるんですよ。そう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 ウィーンってね上に。危なくないですかね。まあその当時はそういうやっぱりワシューザンハイランドの影響でねちょっとありますけど。ここから中入れないということになってます。立ち入り禁止、罰金5万円と、書いてますね。入ったら、5万円ということで、これから先入れないということなんですけど、まあ、人が入ったような痕跡は、すごいしますね。ここはホテルの駐車場だったんかな。いや多分ここを撮る人はいないだろうね。ここを撮る人はなんかあるね、向こう。なんかあるな。プリンターと消火栓、消火器。靴って結構僕らの撮影してたらよくありますよね、前のレースの時とかね、うんうん、謎だよね。結構なんか切られてますよ、これ。なんか訳ありの切られてますね、これ。ちょっとね、なんかよし、なんか変なのあるんですけど、貝殻。あ、こうやってやるんですよ、ここでね。サザエ。え？カブトムシやってる。仕掛け？はい、仕掛けしてあった。へえ。取れるんだろうね、人の動きがある。ねえ、これ多分立ち入り禁止になって。JR 貨物のね、コンテナがありますけど、ここに、まあ、車を止めて、こっから上に上がると。はい。というわけで、ご視聴お疲れ様でした。今回はですね、倉敷市下津井にあります、ラ・レインボーホテルというね、場所に、行かせてもらいました。まあもちろんこの中に入ることはできないんですけど、この一般道も、通って、外観だけね、ちょっとお伝えしたということで、基本的にはその中に入ることはできないんですけど、その YouTuber さんとか許可を取って、撮影されている方もおられるようですね。はい。まあその駐車場の方も行ったんですけど、まあこちらはね、立ち入り禁止の、柵とか、全くないんで、まあたまにここでね、車止めて休憩されたりする方おられるんですけど、まあこれがね、もともとホテルの駐車場だったということで、はい。まあその当時のね、なんかリアリティというか、まあ、あったんだなというような感じで、いろいろとね、散策させてもらいました。また、いろいろとね、こういう感じの、廃墟じゃないですけど、謎スポットも上げていこうかなと思います。はい。それではまたね、よろしくお願いします。それでは失礼します。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。